皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日はこのコースをまず遊んでみようと思うんですが、その前にまずご報告、私のチャンネルの登録者の数がなんと100人を超えることができました。これも皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そして先日ツイッターでね、100人突破イベントということで何かやろうかなということでアンケート募集させていただいたんですけれど、たくさんの、アンケートのですね、回答ありがとうございました。今度私が仕事休みの時にその動画を作ろうと思いますので、もう少しお待ちください。そんなに遠くはならないと思います。では早速遊んでいきましょう。最近したこの仕様でミニゲームを作ったよ、ヤバサワさんのコースありがとうございます。 8.5% ですね。遊んでいきましょう。スケットダンスのヤバサワさんですね。アミーボじゃないか、ミーがそっくり。最近知った仕様でミニゲームを作ったよ。これはヒップドロップする以外にはないと思うんだけど、あれ違うの？ヒップドロップどういうことだろう。掴める？掴めないよね。さてどうしようかな。タイミングよくやれば叩けたりする？そういうわけでもない。どうすればいい。あのブラックパック2体が鍵を持ってるんだろうけど、なんかやり方間違えちゃったかな。さてどうしよう。叩けないよね。どうしようかな。一回やり直してみるか。やっぱりヒップドロップするしかないと思うんだよね。あれ、どうなったの今。なんでなんでなんで、角でやったから。違うか。とりあえずこれで、やっぱり下のも倒さないとダメか。まず1個目がどうやって出てきたのかよくわからなかった。もう一回やってみよう。もう一回やればわかるかもしれないな。さっきどこでやったっけ。ハテナブロックギリギリのところでやった。違うな。クソ、どうやったんだろう。こっちももう一回ギリギリで。ダメか。さっきどうやってうまく外まで出てきたんだろう。今度はハテナブロックの真正面、真ん中に立ってヒップドロップしてみます。ダメだね。次、ハテナブロックとハテナブロックの間、よいしょ。ダメだ。どうすればいい。これはね、難易度高いよ。あ、来た来た来た。で、今とりあえず1個使っちゃおうかな。これで2匹倒せればラッキーなんだけど、この下のハテナパウか、パウが出てるタイミングが関係あるのかな。でもこれかなり運ゲーだよな。ダメかー。ドゥーム、法則を見つけないと厳しいぞ。来た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 、やーっと来た。いやー、結構な回数かかっちゃった。なんとかクリアできたけど、やっぱりパウが下に行ってる時にヒップドロップをするで正解なのかな。そうじゃなかったらやり方ちょっとわからないけど、きっとそう。よーし、最近知ったこの仕様でミニゲームを作ったよ、ヤバサワさんのコースクリアしたよ。やばっす。さて次のコース行きましょうかね。はい、お待たせしました。次はこちらのコース遊んでみたいと思います。キサメマリサ、マリサだ。激ムズスピランを作ってしまった。クリア率 0.99%、 約 1% かな。ベストタイムが40秒、ということは50秒スピランかな。早速遊んでいきましょう。どんなコースになっているのか。まずバネで弾かれて岡引きくだね。はいはいはい。あれ、今のやり方違うのかな。どうすればいいのかな。あーわー、危ねえ危ねえ。これ
全部倒さないとダメなやつだ。グリーボを踏んでマネで走って気持ちいい。三段ジャンプだね。次のサンガリア、うまく決めていって、P スイッチどこまで続くかな、間に合うかな、間に合った。で、あっ、いや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 、これは反応できないから。P ドアでスピン。いや、氷ブロックを使ってスピン。OK、わかりました。やっていくよ。いけるかな、ここ注意、ここ注意。結構スピンのジャンプのボタン連打してやってます。散々ジャンプ決めて、急げー。でも余裕あったね。大丈夫、大丈夫。はい、お邪魔します。で、壁キック。よし。お、ゴール。違うよね。で、宿は、はい、はい。ん？うまくジャンプできなかったな。ドスンのせいでうまくジャンプできないクソをやるな。さて、そろそろ決めていきたいけど、今のところの抜き方あれで合ってるのかな。ちょっと違うような気もしますけど、いいよね。進めてれば OKOK、 バンジョ OK。 気持ちよく三段ジャンプしていこう。いくぜいくぜ。この PS 値も待ち時間が何とも言えないけど、お邪魔します。残り24秒間に合うかな。さっきこれでいいのかな。いいよね、大丈夫だよね、きっと生きてるはず。よいしょ。俺は生きてないけど、クリア方法はあれで生きてるはず。残り10秒。さて、おやばい、壁ずってる壁ずってる壁ずってる。お、間に合った。ふふーということで、霧雨マリサさんのスピランですね。激ムズスピランを作ってしまった、クリアしました、ありがとうございます。ベストタイムまであと4秒か。壁ずりを全部しなくても1秒ぐらいかな。あといろいろやんないとなかなか無理だな。うん、出せて42秒台かということで、いいねして終わります。はい、そんなわけで久しぶりのマリオメーカーの実況になりましたけれど、また少しずつ動画上げていきたいと思いますので、皆さんこれからも応援の方よろしくお願いします。次はチャンネル登録者さん200人超えるように頑張っていきますので、これからも応援してください。では今回はこれで終わります。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。